はい、J-COM からお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは西区長の粟崎俊也さんです。粟崎です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。粟崎区長は昨年の4月から、ね、西区長ということで、はい、そうです。岩見沢出身の54歳、はい、辰年クラブでお送りいたします。よろしくお願いします。新春ですからね、はい、ちょっと元気になるような話もね、はい、あと西区の魅力をいろいろ教えていただきたいと思います。はい、今日も3つのキーワードご用意いたしました。今日はこちらになります。じゃーん、じゃーん、三角山塀体操で元気に、地域の皆さんと腹を割って話した、音楽、スポーツ、魅力発信。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、三角山塀って何という、これ一つ目のキーワード、はい、こちらですか。はい、そうです。これが山塀で、うん、妖怪です。妖怪なんだって。はい、これはだから西区のキャラクター、はい、そうです、はい、環境のキャラクターということで、はい、あの西区はあの川だとか山だとか非常に自然豊かでありますので、うん、はい、そこに約150万年前から住んでいると言われている妖怪ということになってます、はい、ね、今日は区長が初めて札幌人図鑑に出るということで応援してるよっていう感じ。緊張してるの見透かされてるかもしれません。いやいや、これちょっと特徴があるんですよ。これなんか意味があるんですよね。これはですね、あのただの毛のように見えますけれども、実はエコってっていう風にアルファベットでですね、書いた環境のキャラクターなので、はい、頭でこうエコっていうのをこう訴えかけるという形になってます。可愛いですね、はい。なんか今日はこんなのとかこんなのとかこんなのとかいろいろ持ってきていただいて、ありがとうございます。来ていただいて、ね、これはなんか特別な人しか着ることを許されてはいない T シャツなんです。そうです。あの、ね、ここに書いてある山塀体操をできる、指導ができる人しか着れないんですけど。あの福地さんにはですね特別に来ていただくという、そうですか、ことで今日はお願いしてます。ね、覚えなきゃいけませんね。あの地元の人はですね、なんかみんなで山塀体操をこうやってるらしいんですけれども、はいはい、そうです、うん、どんな感じなんですかね。 あのですね、うん、例えば、はい、これはですね、はい、あのコンサドーレの練習場のところで、はい、みんなで集まってですね、うん、あのよさこいの時に、うん、あの踊りをしたものの写真です。うん、もう50人ぐらい集まっておられて、山塀もはい、で、あの、やおやあんまり、ね、腕が短いので踊れないんですけれど、応援、応援って感じで。50人ぐらいでですね、踊ってます。で、介護予防の、うん、あの、体操で、うん、ゆっくりした動きが中心なので、お年寄りの方中心にですね、はい、あの、誰でもできる、いい体操です。なるほど、はい。ラジオ体操みたいな感じ？そうですね。ラジオ体操よりちょっと長くて7分ぐらいあるんですけれども、でもその分、あの体がしっかりとですね、うんうん、温まったり、うん、するっていうもので、はい、今その普及員の方、はい、なんとですね、今年300人を超えまして、本当？指導、ここには指導できる方ばかりじゃないんですけど、はい、指導できる方が西区内に300人を超えて、いろんな会場で、うん、あの練習をしていただいたり指導していただいたりしてます。なるほど、学校とか、はい、地域とかいろんな施設なんかで、まあ、そうですね、これ持ってる人が300人いるわけですね。そうです、そうです。はい、みんな集まるとなかなかですね、はい、これね、はい、これ着るとですね、覚えなきゃならない、よろしくお願いします。覚えます。なんか先ほど DVD をいただいて、はいはい、ちゃんとこういうので普及されてるんですね。そうです、うん、あの DVD もございますし、はい、あとはあの気軽に YouTube でもですねご覧になっていただけるようになってますので、お一人でご自宅でっていう場合もできます。なるほど、はい、西区のイベントのに出るときにはやっぱりこれ踊れた方がね。そうです ね踊りじゃない、体操ができた方が、はい、そうですね、はい、いいですね。私も覚えるように努力はしております。体の柔軟とか、はい、転ばないようにとか、そうですね、いうところで、はい、今日また新しい年を迎えたばかりですからね。そうですね、冬まだツルツルなので、うん、ぜひあの山塀体操を家の中でやっていただいて、はい、転ばないようにしていただければと、そんな風に思います。はい、山塀よろしく、はい、でもほら隣にテイヌ君っていうね、あ、強力なライバルがいますから。そうですね、テイヌ君人気ですからね。あ、山塀も皆さんちょっと覚えていただいて、はいはい、ゆるキャラグランプにも出たことあります。あ、本当、はい、山塀、はい、なかなかやる、ね、お見それしました。84位、ね、84位、はい、あ、そうなんですね、はい、なかなか優秀な成績の山塀くんでございます、はい、さあ
じゃあですね、粟崎区長ってどんな人というあたりを2つ目のキーワードで伺っていきたいと思います。はい、2つ目こちらになります。じゃあ、地域の皆さんと腹を割って話した、はい、ということで、粟崎さんはさっきもご紹介しましたが岩見沢出身ということで、はい、まあそうですね、学生時代は何やってたとかってどうですか。学生時代はですね、まあテニスのサークルで、まあテニスをちょっとやって似合いますね、テニスが似合いますね。完全にヘボテニス、いやヘボテニスなんですけれど、一応やってました、うんうん、はい、最近はどうですか。最近はですね、全然できなくて、最近は家庭菜園とか、まあ、犬の散歩とかそういうなんかこう地味なことをやっております。そういう感じでお休み過ごしてらっしゃる、はい、まあ区長ということなんですけど、私ね、区長を迎えした時によく聞くことがあるんです。はい、いわゆる、まあ、役所に入るといろんなところを経験されるじゃないですか。はい、いろんな部署をね、転勤もされるだろうし、どういうところが長かった人なのかなと思いまして。はい、私はですね、清掃関係、まあ、清掃関係、ゴミの関係が一番長くて、役所31年目ぐらいかな、なんですけど、そのうち9年、清掃関係で仕事をしてきました。9年だったらなかなかですね。はい、もう担当者からずっと、担当者係長課長とずっとやってました。9年間の中では、はい、その一番ゴミのね、はい、分別とかが、はい、一番変わっていった時期にずっと担当されてきたということでね。はい、そうです、はい、昔はですね、燃やせるゴミ燃やせないゴミだけだったんですけど、2つだけだった。その後大型ゴミの個別収集有料化とかですね、瓶缶ペットボトルを集める、はい、雑紙を集める、はい、枝草を集めるとかですね、その後は有料化ですね、そういったこともありました。はい、全部ほとんど関わってきたので、大変いい勉強させてもらったかなというふうに思ってます。新しいルールが定着するまでには、はい、なかなか皆さんね、いやそんなのできないできないとか、みんながそんなの細かいの定着するわけないだろうみたいな、はい、私も覚えてますけど、はい、大変だったんじゃないですか。いや、そうですね、皆さんゴミのことでは日頃から、ただでさえゴミステーションが散らかるということで、ご苦労されている中で、そんなに分けて出せるのか、出してもらえるのかとかですね、いろいろなご意見もありましたけれども、やっぱり現場でも、できるの本当こんなのって、みんな今まとめて捨ててるものって、はい、で、まあ、いっぺんに今の体制になったわけで、順々にこうやってきたわけですけれども、その度ごとに、我々地域に足を運んで、皆さんと膝詰めでですね、やはりいろいろお話をする中で、こう解決をしてきた、そんな感じですね。考えてみたらゴミのことってね、あらゆる、まあ、年齢の、もう本当に全ての人に関わることだから、もうみんなに協力してもらって。そうです、本当赤ちゃんからお年寄りまで、それから企業さんまで含めて全部ですね、ゴミについては関わるので、まあ、市役所の職員として働く上では、本当にいろんな方々とですね、お話をする、できる、いい仕事だったかなというふうに思ってます。皆さんの理解を得られるには、こう何回もね足を運んでと言いながらも、やっぱり大変だったんじゃないかなと。はい、若い人だったら割とそのゴミの分別とか、学校でも習ってくるしね、子どもたちって、だけど私もね、ラジオ時代に例えばですよ、地域の夏祭りで、じゃあ今年からゴミの分別ちゃんとやりましょう、で若い人たちの方がじゃあこうやって分別してやりましょうって言うんだけど、割と夏祭りなんか準備してるの年配の方が多いじゃないですか、ね、町内会とかのね、そしたらその年配の方が夏祭りにやってくるお客さんのもっと年配の人たちをね、思いやってですね、いやもうかわいそうだと、こんなせっかく来てくれるだけでありがたいのにね、こんな分別かわいそうだとかって言うんですけれども、でも実際そのいやいや、これを機会に家での分別もね、ちゃんと覚えられるようにやりましょうよ、でやったら、まあ初年度大変でしたけどね、翌年からは割とスムーズに、で分別がきちんとできてたら、お祭りの後の後片付けが本当早くなりました。なるほど、いやいや、それはでも素晴らしいことです ね、いい例でしょ、素晴らしいことです ね、はい、みんなやっぱり地域をきれいにっていう思いは一つですもんね。はい、そうです、本当に我々が説明に行った時には、職員もですね、私も含めてですけども、いろいろと皆さんからご意見を、厳しいご意見もいただくので、なかなか大変だなっていう気が重いななんていうふうに思いながら行くんですけれども、やはりお話をしてるとですね、やっぱり地域をきれいにしたいんだ、ゴミステーションをなんとかしたいんだっていう、そこの根本のところはですね、全く同じが同じ思いだということに気づいてからはですね、なんかその皆さんがおっしゃることもですね、いやそうですよねというふうにですね、受け止めて、できるように自分としてはなってきたかななんていうふうに
多少思ってます、うん、思いは一つだったと、はい、そこに気づいてからは早かったみたい で、ね、やっぱり何でも腹を割って話してみるもんですね、はい、だと思います、うん、はい、それは、はい、戦争バタの長かった阿波崎区長でございます。では西区のね話もう少し伺っていきたいと思います。3つ目こちらになります。じゃーん、じゃーん、音楽スポーツ魅力発信、はい、ということで、はい、今日はなんか区長がいろいろパネルを持ってきてくださったのね、はい、まずこちら、はい、じゃん、はい、西区の文化フェスタというのが、はい、2月1日から3月10日まで、開催されます、はい、西区はもともと文化いろいろやってるんですけれども、市民の皆さんにですね、いろんな音楽だとか演芸だとかそういったものに親しんでいただくためにですね、うんうんうん、いろんなメニューが あるんですけれども、はい、まあ、無料のものもたくさんありますし、はい、有料のものもですね、1000円とか2000円ぐらいで、うん、観覧いただけるものがたくさんありますので、うんうん、ぜひ足をお運びいただければなというふうに思います、うん、私このパネル見て改めて思い出しましたけど、はい、本当に音楽文化西区がね、はい、盛んなのがね、私場所の施設のこともあると思って、パトスある、はい、チエリアある、あ、そうです、そう、本当そうです。あとコンカリーニョもありますしね、はい、だから本当にその芸術文化発信の人たちが集まるっていうのは、はい、こういうスペースがあるっていうところは大きいですよね。そうですね、それは本当に助かってますし、うん、ことにジャズとか、うんうん、ことにクラシックなんていうのは駅の構内でやらせていただいてますので、そうなんですか、まあ、そういったところも使いながら、本当気軽に皆さんにですね、うんうん、日頃からこう親しんでいただく、うん、プラッと通りすがりの人が、そうですね、思いがけず音楽を楽しめるみたいな、はいはい、そうです ね、 やはりね、日々いろいろご苦労あると思いますけれど、はい、なんかそういう音楽に触れる、芸術に触れるっていうところで気持ちがね、うん、少し優しくなれるっていうのがあるかなというふうに思います、ね、こういうことをやっておりますよ。今年は2月1日から3月10日までということで、はいはい、こんなことをやりますよっていうことをですね、いろいろと書いてあります。1日から24日までいろんなメニューがですね、この一部なんですけどね、お伝えしていただいたのですね、はい、まだまだ楽しめて、ここに無料って書いてあるのはほとんどが無料のものが多くて、はい、有料のものもですね、前売りでは1000円とか2000円とか本当に手軽に楽しんでいただけます。演劇あり、うん、音楽あり、うん、踊りもあります、日本舞踊もあります。本当ですね、はい、ヒーローショーみたいな あります。いろんなお芝居もありますし、はい、ぜひ。これはどこに情報あるのかしら。区のですね、はい、地域振興課にお問い合わせをいただければと思いますし、はい、広報だとかでもPR をしていきたいというふうに思います。なるほど、チラシも作りますし、すごい盛りだくさんだ、皆さんチェックしてみてくださいね、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ次のパネルに行きます、はい、よいしょっと、はい、コンサドーレの選手がいっぱい出てきます、はいはい、そうですね、はい、コンサドーレ、スポーツということで、うん、西区にはですね、コンサドーレ札幌さんの、まあ、本社、はい、それから練習場があって、そうですね、ただ西区ではですね、11の連合町内会があるんですけれども、はい、町内会のですね活動を、うん、応援していただこうということで、うん、コンサドーレさんに11人の選手を、はい、応援大使ということで、ね、選んでいただきました、はい、うん、そしてそれぞれですね、夏祭りの時に、はい、うちの我が町の、例えばこの八県連合町内会であれば白井さんだよっていうようなですね、白井選手だよっていうような形で決まってるの、エリア一人ずつ担当になった、はい、そうなんですか、これたまたま11の連合町内会があるので、ちょうど11対してぴったりというですね、連合町内会11ありました、そうなんです、うまいこと行きましたね、そうなんですよ、本当、はい、で夏祭りにですね、ドーレ君、はい、ここにいますけど、山部と一緒に来てますけども、ドーレ君に来ていただいて、祭りを盛り上げていただいたり、はい、そんな形で、はい、少しでもですね、地域活動に選手のお力をお借りして、はい、関心を持ってもらおうと。よかったですね、西区にコンサにいて、はい、他の区長さんからですねいいなって言われてますね、羨ましいと思う、他の区の方ね、はい、山部も仲良しなんだって、はい、ドーレ君と、はい、次のパネルがこちら、はい、西区魅力再発見プロジェクト産学館連携セミナー、はい、こちらは、はい、これはですね、はい、西区の、まあ、若手の職員、うん、それが、西区の街づくりをですね、
どういうふうにやっていくかっていうのを、まあ、外の方となんか一緒に考えてやれることがないだろうかということで、はい、企業探しをいろいろしていたところ、うん、石屋製菓さん、これも西区に、ね、そうですね、あるんですけれど、はい、石屋製菓さんの方でですね、石見社長がいいよやってみようということで、石屋製菓さん の社員の若手の方と、はい、西区役所の若手の職員とでですね、うん、一緒になって西区の街づくり、まあ、いろいろ魅力、音楽だとか文化だとか自然だとかありますけども、はい、それを再発見をして何か新しい形でこう訴えていくことができないかっていうのをですね、考えてもらおうというプロジェクトを若者同士で立ち上げていこうと。石屋の職員と西区役所の若手職員と一緒に、はいはい、新しいですね、はい、本当、はい、面白い。それをやろうということでですね、うん、昨年石見社長ともですね、うん、私とあと職員とで、交えてキックオフのミーティングもやって、今年具体的にですね、これから、はい、どういうふうにやっていこうか、はい、詰めていこうかなと思ってます、うん、はい、ありがとうございます。実は今日もう一枚パネルがありまして、はい、こちら年末公開されました映画です。ご紹介お願いします。はい、こんな夜更けにバナナかよ愛しき実話っていう映画です。はい、大泉洋さんが主演で、うん、実際にですね、西区にで生活をされてた鹿野さんという方の巡る、うん、はい、実話のお話なんです。本当に笑いあり、うん、涙あり、あ、本当にいい映画になってるかなというふうに思います。うん、本当にご家族、はい、それから恋人同士でですね、はい、ご覧になっていただければと思います。おすすめ で、はい、映画の配給会社の人間じゃございません。長が紹介するわけがありまして、はい、そうですね、はい、これはですね、札幌市がフィルムコミッションというところを通じて助成をした映画、うん、はい、補助をした映画であります。でロケもですね、実は西区在住の方だったので、うん、西区でロケを中心にやっておりまして、区長をご覧になりました？私もですね、琴似神社もロケ地の一つだったんですけども、琴似神社のロケは区役所のすぐ前なので、そうですね、はい、行ってちょっと拝見をさせて、いただきました。まあ、小泉さんと話してさせていただく時間はなかったんですけど、エキストラでチラッと前通り過ぎるとかないですか？それもなかなかでもあれですね、地元の人にとってはやっぱり地元の映像が映るとやっぱり特別な映画ですよね。はい、本当に西区の良さみたいなものもですね、うん、はい、この映画を通じて皆さん感じていただけると思いますので、うんうん、本当に西区民としては自慢の一本に、うん、なるんじゃないかと思いますから、うん、ぜひご覧になっていただければなというふうに思います。はい、こういったロケ地マップっていうのも、うん、できてまして、まあ、西区だけではないので、はい、それ以外の札幌市内 の、 ロケ地もこんなところありますよっていうような紹介をされたマップもありますので、ぜひこんなのも区役所でも、はい、お配りをしてますので、ぜひ。これ私初めて見ました。そうそう、本当、はい、結構いろんなところでロケしたんですね。そうですね、琴似神社が出てくるということです。はい、ぜひチェックしてみてください。ということで西区のね、本当に音楽のこととかスポーツのこととか、はい、いろいろ伺ってまいりましたけど、はい、まあ、4月からいらしてね、はい、どうですか、改めて印象は。はい、うん、そうですね、4月から来て西区本当に自然に恵まれてますし、うんうん、それから地域もですね、ことに中心に賑わいもあり、はい、うん、それから文化などもあり、それからスポーツもありということですね、はい、うん、非常にこう過ごしやすい、うんうん、暮らしやすいところかなというふうに思ってますので、はい、まあ、区長の仕事としてはですね、それをしっかりとこう守りながら、はい、より安全安心で生活できるような街づくりを目指していきたいな、うん、そんなふうに考えております。はい、そんな区長にお話を伺いました。どうでしょうか、今日ね、お正月、本当にまだ札幌人図鑑的なお正月今週からスタートということなので、はい、ちょっとリスナーの皆さんにも一言いただけますか。そうですね、はい、冬ですね、足元が非常に滑りやすいということで、うん、まあ、昨年から特に砂巻きなんかをですね、キャンペーンで大々的に、はい、全市で展開しようかななんていうこともしております。うん、そういうご協力もいただきながらですね、ただご自分でも安全にこう歩けるためにはですね、うん、先ほど福さんやっていただいた山辺体操とかですね、ああいう体操をですね、はい、ご高齢の方含めてすごい効果あると思いますので、うん、はい、ぜひそれもやってみてください。山辺体操やってみてくださいね。はい、はいはい、ということで今日のゲストは西区長の粟崎俊也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。